アンドリース・トリューニヒトは、南アフリカ共和国の政治家、アフリカーナー。アパルトヘイトの維持と強化を唱え、保守党を決闘して、白人右派のリーダーとなった。トリューニヒトは1921年2月19日、南アフリカ・ケープ州のピケットバーグにいて生まれた。ステレンボッシュ大学に進学し進学を学んだ後、ケープタウン大学において、政治哲学の博士号を取った。 その後オランダ改革派協会の聖職者となり、14年間、務めた。1971年の国会選挙で、トリウニヒトは、トランスバール州のウォーターバーグから国民党の候補として立候補し当選、国会議員となった。1976年には、文部副大臣となり、すべての学生がアフリカンス語を学ぶよう決定し、ソウェト法規の引き金を引いた。 1978年にはトランスバール州の国民党代表となり、1979年には中央政府の大臣に就任した。1982年3月20日、ピーター・ウィレム・ボータ政権の人種別参院政議会の設置を中心とするアパルトヘイト緩和策に反対して国民党を離党し、保守党を決闘した。 保守党はアパルトヘイトが最も厳格だったヘンドリック、フルールと政権時の政策に戻ることを基本政策とし、主に白人右派から強い支持を得た。1987年の選挙では、世界の反アパルトヘイトの潮流に反発した白人有権者たちが保守党を支持し、26%の得票で23、議席を得て反アパルトヘイト政党である。 進歩連邦党を抑えて、野党第一党に躍進した。フレデリック・ウィレム・デクラーク政権下となり、アパルトヘイト廃止の流れが進み出した1992年、トリュニヒトは、白人を対象としたアパルトヘイトに対する国民投票において、改革を主導するデクラークと対決し、アパルトヘイトの維持を訴えたが、投票結果は68.7%が改革支持であり、 トリウニヒトは敗れ去った。彼はその後も民主化プロセスに異議を唱え続け、保守党の非人種選挙への不参加を宣言した。トリウニヒトは1993年4月22日、ケープタウンにて死去した。保守党は1994年の全人種総選挙をボイコットした結果議席を失い、2004年に自由戦線プラスに合流する形で消滅した。 南アフリカの歴史レナード・トンプソン・著、宮本正沖、ミネ・ヨウイチ、ヨシクニ・ツネオ約1995年6月20日、第1冊、P409 スイーピング SA ボートフォーリフォーム、イーブン・アフラ・コナーズ・サポート・デ・クラークス・ガーディアン、1992年3月18日2010年1月22日、閲覧。ありがとうございます。